ビールバラの三人目ヒーローも、安子マラソン強行濃厚日テレ24時間テレビ奥空富士町本気裏番組3つの強み。24時間テレビをめぐっては、2023年11月、日テレの系列局である日本海テレビの経営戦略局の局長、懲戒解雇され、今年7月に業務上横領の疑いで書類送検された。 が同番組の寄付金や会社の売り上げを着服していたという不祥事が発覚。また、今年は芸人の安子25がランナーを務めるチャリティーマラソン企画には、以前から真夏にマラソンをさせる必要はあるのかという声はあったが、今年は連日の猛暑からあまりに危険という声も多く、さらに台風10号が関東地方に接近してきており、 大型スタジアムのトラックを走る予定の安子の身の危険も心配される状況にある。日テレは30日の午後3時の時点で、市民ランナーが参加するマラソンイベントは中止にすることを発表したものの、安子さんが走ることについては、安全に配慮しながら実施する方法を検討中です。としました。この発表には安子さんの身を案ずる声。 台風で多くの地域が被害を受けている中放送局がマラソン企画を強行することへの疑問の意見が多く SNS にも寄せられています。急遽場所を屋内に切り替えて放送するのかもしれませんが、ただそんな状況のため24時間自体やる必要はあるのかと例年以上に疑問の声が殺到している状況にあります。そして、 日テレの24時間に厳しい意見が上がる中で、ライバルのフジテレビの裏番組が注目を集めているんです。それは芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP。今年は24時間を食うのではという声まで出るほどの注目度ですよ。制作会社関係者。フジテレビは十一日の夜七時からドッキリ GP の四時間 SP を放送する。 ドッキリ GP は2019年以降、20年以外は毎年、24時間テレビの裏で4時間 SP をぶつけてきた。今年の副題は、ドッキリは地球を救うのかで、本家をネタにしていることがわかる。24時間テレビよりドッキリ GP の方が世界救いそうなんですけど、24時間テレビ来週ですね。私はドッキリ GP 見るつもりですが、 といったドッキリ GP を選ぶという視聴者の声も多く上がっているのだ。24時間テレビを脅かす存在のドッキリ GP、同番組には日テレの夏の超大型番組に対抗できる3つの強みがあるようだ。24時間は毎年いろいろ言われつつも高視聴率の番組ではあるのですが、実はドッキリ GP が昨年の時点でかなり迫っていたんですよね。 昨年のドッキリ GP の4時間 SP は8月26日の夜7時から11時10分まで放送されていましたが現在テレビ界が最重視している13から49歳のコア視聴率がかなり良かったんです。前室の制作会社関係者23年の24時間テレビ夜6時30分からは番組開始から夜9時マガコア5.8% ビデオリサーチ調べ、関東地区、9時10分から11時にかけて放送された何は男子道枝俊介22、主演のスペシャルドラマ、虹色の長口的障害者と歩んだ町工場の奇跡が6.1%だった。対する、ドッキリ GP の4時間 SP は3.5%と多くの注目を集める。 24時間テレビの裏番組としては非常に高い数字を残していたのである。毎年24時間の裏でドッキリ GP をぶつけるのが定着していて、それをネタにした予告や告知インタビューもお約束となっていますし、今年も楽しみにしている視聴者は多いでしょうね。全道ドッキリ GP の二つ目の強みは、番組や出演するタレントの人気が右肩上がりなことだ。 ドッキリ GP は18年にレギュラー化してから順調に番組人気も、レギュラー出演者の人気も上がり続けています。7月20日、21日に放送されたフジテレビの FNS27 時間テレビは視聴率が高く、大成功の評価を得ており、ドッキリ GP のコーナーも大盛り上がりでしたよね。そして、ドッキリ GP ではスノーマンの向井幸二さん、30、 ふするマッサマンが特に大人げ。コラボ商品のレトルトカレーが発売されるほどの大反響で、今回はフジテレビの顔といっても過言ではないキャラクターになっていますね。全道向井ふんするマッサマンは、その人気ぶりから、7月20日から8月25日まで開催されたフジテレビの夏休みイベント、お台場冒険王2024のメインキャラクターに就任。 3.8M の像まで建てられた。また、ドッキリ GP では、マッサマンと勝負する対戦相手として、救急が言えないマツダマンと、ビールバラが目立つマサノリマン、人気急上昇のトラビスジャパンマツダ太25、とお笑いコンビニシキの長谷川正紀53も活躍しているが、今回の4時間 SP では、彼ら3人が活躍することが予告されている。 ドッキリ GP の三つ目の強みとしては、スタートエンターテイメント、いわゆる旧ジャニーズタレントの起用が挙げられます。今年の24時間はスタート者のタレント起用に消極的である一方で、ドッキリ GP は向井さんに限らず多くのスタート者の、特にバラエティ番組に強いタレントを積極的に起用していますからね。全質の制作会社関係者、これまで十四時間テレビ、 は、旧ジャニーズと密月と評されるほど多くの旧ジャニーズを起用していたが、今年はジャニー北川氏、去年87の加害問題の影響もあり、嵐相葉雅紀41が保護犬トリミングのコーナーに、キングプリンスの高橋海斗25がダンス企画に出演する以外は、ほぼ起用されることがないとも言われている。 一方で、ドッキリ GP は番組レギュラーとして向井とタイムレ・菊池風魔29が出演しているほか、最近では松田が準レギュラー化しており、今回の4時間 SP にも出演。